はようございます。釣り子 TV です。釣り子 TV シニアチーム、まあ自分の親なんですけど、もう70歳超えてまして、夏休みのね、お盆のあたりでハワイに行ってくるよなんて言っていまして、せっかく行くんだったらちょっといろいろ動画撮ってきてよっていうことで、2024年のねハワイのまあ釣りの様子とか街の様子とかね、これを動画にまとめていこうと思います。これお土産で撮ってきてもらったね、動画データなんですが、結構いい部屋ですね。シティビューの方も、あ、天気バッチリですね。こんな感じでね、いろいろと動画撮ってきてもらったので、でね、結構ね、いい釣りしてきたみたいなんですよね。ということで、釣りの様子なんかも含めてね、まとめていきたいと思います。ハワイだとですね、アウトドアクエストさんっていうね、あの老舗の、チャーターボート屋さんがあって、そこで予約をするとですね、ピーコックバス、ラージマウスバス、その他にもね、今回ね、すごいね、珍しい魚が釣れたっていうのもあって、それも含めてね、動画作ろうと思ったんですけども、まあ、こうやってハワイに着きました。でね、あと事前に予約しておけば、ここのね、ワイキキまでですね、お迎えに来てくれるんですよね。これ早速翌日高速道路でそのレイクウィルソンに向かってる車中なんですけども、だいたいね朝6時ぐらいに集合して、で30分ぐらいかけてお弁当とか買いながらですね、このレイクウィルソンっていうね湖に行くんですけども、だいたいね関東の亀山ダムと同じぐらいの大きさってイメージですかね。でそこでまあエンジンとエレキを使ってですね、魚のいるところ的確にね連れて行ってくれますので、で結構ねこの周り立ち入れないところが多いのと、あと近年ね結構ホームレスの方が増えていたりして、そのおかっぱりでエントリーとかしたりするとですね、ちょっと危険かななんていうのもあるので、ここのピーコックバス狙うときはですね、このガイドの、これ千野さんですね、もうね長年、30年以上にわたってこのレイクウィルソンでピーコックバスをね、アテンドしている、レジェンドガイドさんね、まだまだバリバリでこうやってね、連れて行ってくれますので、何してもこのホテルの送迎があるっていうのねすごいありがたいなということで、これねもう早速かけてますね。この日すごい状況が良くて、もう朝からねバンバンにボイルしてたよっていうことで、当たりの日に行くとですね、すげえね魚が高活性でボイルしてるんです。あ、いいな、ピーコックバス、いきなりかかって、これゲイリー山本の先行の白ですね。先行3インチかな。2インチとね、3インチぐらいの先行。これをね、投げるのが、絶対坊主にならないコツかななんていうふうに思うんですけども。っていうのも、アマゾンとかのピーコックバスとちょっとね、違って、まあ、餌がちっちゃいんですね。この湖、結構ね、小さなね、シャッドみたいなのが、いっぱいいて、で、それをね、タイミングによって、スイッチが入ってね、ピーコックバスが、捕食するっていう感じなので、で、ピーコックバスって、その、魚しか追わないっていうね、習性な、バスって名前がついてるんですけども、サンフィッシュ科のラージマウスバスとかとは全然ね、違う種類の、種族のね、魚なので、食性なんかも違うんですよね。で、結構ね、このハワイに行くたんびに、思っているのが、小さめで根がかりが少なくて、っていうような感じのルアーをね、揃えていくといいよっていうことで、キャストが上手な人はですね、プラグ、小さなね、シャッドプラグ、ソウルシャッドとか、なんだろうな、シャッティング X とか、そういう感じの小さくてキラキラ、入るようなね、ルアー準備すればいいんじゃないかなと思うんですけども、自分の一番のおすすめはソフトプラスチックワームですね。最後にハワイに行った時に、ちょうどゲイリー山本の、ヤマタヌキが出たばっかりのタイミングで試してみたらね、めちゃくちゃね、聞いてくれたなっていう印象があって、その後今例えばウキタヌキなんかも発売開始されているので、まあ壊れづらいし、こういう遠征ねハワイに行くとき、ウキタヌキ2袋ぐらい持って行ったらね、まず間違いないんじゃないかななんていうふうに思います。
で、これはね、ボイルのタイミングなんで、これジャッカルのライザーベイトの小さいやつですね。ガイドの千野さんがもう出たね、当初ぐらいのタイミングから、ライザーベイトすごいね、これはレイクウィルソンにぴったりだよなんて言っておすすめ、してるんですけども、沈むときは沈んで、で、表層で一気にね、食い上げさせる。そういうね、動きのルアー。これがね、ボイルのタイミングはバッチリだったりするので、こういうね、天気のいい日はね、結構表層で活発にね、餌を追ってくれるんですよね。で、このバンク沿いに打っていって、まあ、立ち木なんかも、いっぱいあったりするので、ライザーベイトを、まあ、ダブルフックみたいな仕様にして、それで岸際にどんどん打ち込んでいくゲームなんかいいんじゃないかな。こういうね、ちょっとね、雨が降ったり、晴れ上がったり、雲が太陽にかかったりとかね、そういう、風が吹き出したり、そういう瞬間にね、こうやって釣れてくれるので、まあそんな感じでいろいろ用意していくと楽しめるんじゃないかなと思います。でね、今回の遠征でね、一番羨ましかったのが、幻のですね、ナイフフィッシュが釣れてるんですよね。自分行った時もね、ボイルしてる姿とか呼吸してる姿、見たことはあるんですけど、あ、これ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 。ね。最近ね、このね、ナイフフィッシュがいて、大型化していて、で、たまーに釣れるよなんていう風にね、千野さんが言っていて、で、うちのね、親父が釣っていたんですけども、これは羨ましかったですね。あとはね、ボートの仕様なんですけど、フロットにこのリモートコントロールのエレキがついていて、後ろにね、予備のエレキがついていて、ガイドの千野さんはですね、運転席から的確にこの前の人、後ろの人がね、投げやすいように、コントロールしてくれるので、非常にね、釣りに集中して取り組むことができます。で、大体ね、時間は、まあ、1時ぐらいに終わるのかな。半日プランと1日プランってあるんですけども、午後からもですね、その、ハワイの観光を楽しめるようにということで、そういう時間設定がなされていまして、で、千野さんですね、本業の方はですね、もちろんこのガイドも本業だと思うんですけども、T シャツ屋さんね、いろいろなハワイのね、可愛いね、デザインの、T シャツとかね、販売していたりするので、でね、そのお店はワイキキから車でね、5分10分ぐらいのところにあるので、そこでね、ハワイ、のオリジナルなね、T シャツとかお土産でね、買ったりすることもできます。これまたかけてますね。ちょっとこういう小雨が降り出した瞬間とかやっぱりね、反応いいんですかね。あー、いいファイトだなー。これはピーコックバスですね。この他にもね、レッドデビルとか、あとジャガーシクリットとかね、いろんな種類のね、あとプレコがね、たまに引っかかってきたりとか、レイクウィルソンね、ほんとね、いろんな魚がいるんですけども、このぐるーっとね、ピーコックバスがね、上がってきた瞬間、やっぱりね、上がりますよ。なかなかね、日本ではお目にかからない魚なので、ラージマウスもね、釣れたりしますけども、やっぱりね、ハワイ行ったらピーコックバス釣りたいよなーって、あ、これはですね、うちのね、お母さんが釣ってますね。もうね、70歳超えてるんですけども、安全安心にね、おばあちゃんでもこんな感じでね、ピーコックバスが釣れるっていうことで、非常にね、おすすめのアクティビティであります。あとね、千野さんに、聞いたところによるとですね、今までこのレイクウィルソンっていうのは、ドール、ね、パイナップルの、ドールが管理していたんだけども、そこから今、ハワイ州の方で管理がね、切り替わって、州で管理するようになったらしいんですね。それによって湖のコンディションが非常に良くなったというふうに話を聞いております。あ、でもこれはもうね、帰りですね。もうワイキキビーチの、真横といった感じですけども、こんな感じで、まあ、半日もあればね、いいボイルに当たればなかなか楽しい釣りができちゃうので、で、午後はですね、こうやって、街を散策してということで、ハワイもね、滞在、期間、時間がね、限られていると思うので、その中の一つのアクティビティとしてですね、このバスフィッシングガイドを予約していると、結構ね、充実した釣り好きにはね、ハワイ旅行になるんじゃないかなということで、
ということでアウトドアクエストさんおすすめさせていただきます。ちなみにこのそばでね、あのバラクーダ釣ったりとか、あとはね山の方入っていってね、スモールマウスバス、狙う釣りなんかもね面白いんですけども、そんなのも千野さんのガイドに行った時に、教えてもらった釣りなんですよね。こういうところ行ったらこういう釣り物も狙えるかもみたいな感じで、結構ね車止める位置なんかも含めて教えてもらったりして、そこからですね結構いろいろね、ハワイのちょい釣りね、勉強することができたんで、こういうね街の裏もね全部ね、運河が流れていたり、あとはね海があったりして、そういうところで、GT の小さいやつね、メッキのまあ大きいやつって言い方でいいかな、霞味、浪人味のね、ミドルサイズが釣れたりとか、そんな釣りもねすごい楽しいので、でまあハワイといえばね、こういう感じでちょっと歩いてるだけでね、映えスポットというかね、いっぱいね、写真撮るのにね、いい壁があったりとかね、そんな感じでフラフラしているだけでね楽しめちゃうね。今非常に円安ですからね、こうお店でちょっとねハンバーガー食うなんて言ってもね、すぐにものすごい値段になったりするので、まあそういう抑えるところは抑えつつ、こういうねハワイのね、釣りは、しっかりと、チャーターボートを予約しつつって、メリハリのあるね、感じで遊ぶとね、結構、コストパフォーマンスよく、楽しめるんじゃないかなということで、これソルトのあたりですけど、ここからアラモアナに行って、アラモアナのショッピングセンター行くとね無料のフラッシュを見れたりするので、そんなのもね、撮ってきてたんで、はい、まあ、こんな感じですね。ちょっとしばらくフラッシュをお楽しみください。7 days a week at 5 o'clock in the evening. Enjoy your beautiful evening Tuesday. We super love you and I love you.
というわけでね、フラダンスのショーもね撮ってきてくれたので、動画に入れ込んでみましたけども、まあなんか缶コーヒーでも買ってフラフラねこう街を散策するだけでもね、楽しめちゃうのがハワイのいいところじゃないかなということで、学生の時ね実習の船に乗っていて、まあマグロ取ったりしてねこのハワイよく行ってたんですけども、やはりねその時はまあ単純に貧乏だったんで、なんだろうな、缶コーヒー買ってそれでもってまあ公園とかねフラフラ行ったり、まあダイヤモンドヘッドもその頃はねお金かかんなかったんで登ったりとかね、あとはザ・バスってね CA のバスみたいなのがあるので、それ安く乗れるんで、まあ一日乗車券みたいなのを入手してね、それで散策したりとかね、そんな感じで、フラフラしてるだけでもね、まあ気候がいいですからね、お散歩しているだけでも楽しめちゃうのがハワイのいいところなんじゃないかなっていうね。まあ今円安だからね、そのお買い物とかするとねもうすぐにねクレジットカードとかとんでもない支払いになっちゃったりするから、自分なんかはね釣り人なんで、まあ例えば日本からねちょっとしたパックロットね、まあダイソーの竿とかでもいいですよ、ああいうのを持っていけばね、こっから徒歩ね、だいたい5分10分ぐらいのところにマジックアイランドっていうね、公園があって、そこなんかでね、釣り糸を垂らすだけでもね、結構ね、いろんな魚が釣れてくれたりして、まあそういうところでね、まあ釣りなんかをしながらね、まあティラピア狙ったりとか、バラクーダ狙ったりとかね、そんな感じでもね、十分楽しめちゃうんじゃないかな。で、ここなんですけども何やらですね野外に特設会場が準備されていて、でねイベントをやっていたよっていうことで、これよく見てみるとですねピカチュウ、ポケモンの世界大会、これがねちょうどお盆のタイミングで、オアフ島で行われていてですね、すごいステージが組まれていたんですよね。でまあポケモンの大会ちょっと自分わからないんですけども、これ見てください、ドローンショーが行われてですね、なんとですねその世界大会に合わせて、まあ日本でもね要所要所で今こういったドローンを使ったね映像のショーみたいなのってねよく行われておりますけども、なんとですね、オアフ島ねワイキキの端っこの方でですねこんな感じでそのポケモン世界大会を記念してですね、すごいねドローンショーがね行われていた、それをね撮影できたよっていうことなんで、結構ね、面白いショーだったので、こちらの映像の方もね見ていきたいと思います。
僕は立てで撮ってるんで。僕は立てで撮ってる。立てとかよく。Thank you.
はい、というわけで2024年夏のねお盆ぐらいの頃のハワイの様子ということで、魚釣りにもねあのじいちゃんばあちゃんチームが行ってくれたので、あー変わってないな、レイクウィルソン最高だよねっていうね、そんな映像もねお土産で持ってきてもらって動画にまとめてみました。コロナ禍もいよいよ終わってですね、またこう気軽にハワイに行ける、そんな世の中になってきたんじゃないかなっていうことで、あ、これ空港への帰り道だと思うんですけど、これね川流れてるでしょ、ここね、この辺りうろうろするとですね、本当メッキちょっと大きなサイズのね、30センチぐらいのねすごい引きのあるメッキが釣れてくれたりして、でここからがですね、そのさっき言ってたマジックアイランドっていうね、ちょっとした、海の公園になっていまして、いろいろ釣れちゃうよっていうね、あれこれはあファーマーズマーケットだな、ちょっとねじいちゃんばあちゃんに取ってきてもらったんで、こうねいろいろ取り留めもなくね、いろんな、映像が流れておりますが、そしてこれはもういきなり帰り道ですね。ここがねハワイ楽しかったなっていうことで、ダニエル K 井上空港から飛び立つ瞬間ですよね。まあ青い海でこう雲が広がっててね、でエメラルドグリーンの海が広がっていて、また絶対来てやるぞっていうね、そんな感じでねこうハワイから飛び立つシーンですよね。ここが寂しくもあり一番ね、なんだろう、思い出に残ったりするシーンだったりするんですよね。これで楽しい思い出を持って、また戻ってくるぞ。そして戻ってきた暁にはまたレイクウィルソンね、アウトドアクエストさんで行っちゃうぞなんてね、こんなことを考えながら飛行機に乗っているんじゃないかなと、まあ自分が行ったわけじゃないんで想像なんですけども、この映像を見るとまあまあそんな感じではないかなってね。でここで映画見たりね、機内食食べたりしながら、日本に戻ってまたね、普通の生活が戻っていくわけなんですけども、あーいいですねこの空港横のリーフ、何やらここら辺でボーンフィッシュがね釣れるとかね、そんなエリアのはずなんですけども、あーもう見えなくなっちゃった。はい、というわけでね、いろいろと動画まとめてみましたけど、またね実際に自分でもね、ハワイに行ったらねこんな感じで今のハワイみたいな感じでね、動画作りたいなーなんて、またね、お金貯めてハワイ行くぞっていうね思いが確かなものになりました。はい、というわけで、今回の動画はですね2024年夏のね、ハワイ、まあ、釣りなんかもね含めてどんな感じだったのかななんていう風に、動画にまとめてみました。また会おうぜ。